急に首筋に冷たいものを押し付けられてびっくりした。私も昔チカちゃんに同じことをされてね、完全に不意打ちだったからすっごい悲鳴をあげちゃったんだ。でもあの時と比べたら今の声は可愛かったよ。もっと派手な反応が返ってくると思ってたんだけど、うん、なんてね。驚かせちゃってごめんね。その代わりと言ってはなんだけど、このラムネあげる。お詫びの印ってことでね。それに実は2本買えば割引してくれるって言うから勢いで買っちゃったんだ。お祭りの時って財布の紐が緩んじゃうよね。それじゃあまずは乾杯といきますか。早速蓋を開けて、結構硬いねこれ。強く押し込まないとダメみたい。ん？気をつけてって何が？うわー！ラムネが吹き出して、あー半分近くこぼれちゃった。もったいないな。え？浴衣は大丈夫かって？うん、なんとか濡れずに済んだみたい。心配してくれてありがとね。あなたはこぼれずに開けられたんだね。すごい器用。というか私が不器用なだけかな。恥ずかしいな。とりあえず気を取り直して乾杯といきますか。それじゃあこの夏に乾杯。